広にはたくさん助けられて、今まで狭まっていた視野がとても広くなりました。付き合って7年、友人や両親の背中押しがあって、やっと千尋と家族になることができました。家の些細なことで喧嘩したり、好きなことについてたくさん話したり、何でも話し合える俺たちはずっとずっと幸せになれると思います。しーちゃんの第一印象は、いつもなんか妙にニコニコしてるし、目力が強くてじっと見つめてくるし、なんか変なやつだなと思っていました。でも私が悩んでいた時支えてくれて、いつもまっすぐに気持ちを伝えてくれるしーちゃんの存在が、私の中で少しずつなくてはならない存在になっていきました。ありがとうとか好きだよとか素直に伝えてくれるところなど、私にないものをたくさん持っていて、とても尊敬しているし、頼りにしています。世界で一番大好きなしーちゃんと結婚できてよかったです。いつかまたこの手紙を2人で懐かしく読み合える日まで、笑顔で一緒に年を重ねていこうね。こんな俺だけど一緒にいてくれてありがとう。俺は一緒に幸せである時間を共に過ごしていくことを、永遠の恋人として夫としていつまでも誓います。私は優しくて頼りになるあなたと会えたことに感謝し、妻として一生あなたを思いやり伝えることを誓います。